皆さん、お久しぶりです。ご近所ユーチューバーのおげそです。1月23日日曜日ですね。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。私の方はですね、ちょっと最近仕事が忙しすぎて、YouTube の、ね、撮影なかなかできないんですけれども、本日はですね、こちらのレトロポケット2プラスを使用しまして、本格的にね、ちょっと PS2 のエミュレーターの動作検証をやっていこうかと思いますので、最後までね、お付き合いいただければ幸いです。それでは早速行ってみたいと思いますので、どうぞ。
Trucks are waiting. Right. Gates are closed after this. Well,
減らねえぜ。男の意地にかけ。はい、皆さん、本日も最後まで動作検証のお付き合いいただきお疲れ様でした。本日はですね、PS2 エミュレーターの ATLSX2 を使用しまして、PS2 の、ね、タイトルの方を10本ほど動作させてみたんですけれども、いかがだったでしょうか。やはりファーストインプレッションでね、お伝えしたように、PlayStation 2のね、ソフトを動作させるには、正直このレトロイドポケット2プラスでは、全体的にちょっとパワー不足かなっていう印象でしたね。動作の方がね、極端に遅いもの、で動作がね、ある程度動くものであっても、バトルのサウンドが出ないですとか、SE が出ない。それと、メニュー画面を開いた時のですね、キー操作が極端に遅くなるとかですね、かなりね、ストレスを感じるようなね、動作になってしまいます。ですので、このレトロイドポケット2プラスでは、ちょっとね、プレイステーション2のソフトをね、遊ぶのはかなり厳しいかなっていう印象ですので、もしね、プレイステーション2をもう少しまともに遊びたいということであれば、X18S の方をね、前回お伝えしたように購入していただくのがいいかなと思います。はい。それでは以上となりますね。本日のですね、動作検証の方が皆様のお役に立ちましたら、幸いです。またね、こういった動画を流していきますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただければなと思います。それではまた次回の動作検証でお会いしましょう。さよなら。